国立研究開発法人防災科学技術研究所は防災に関する科学技術の研究を行う文部科学省所管の国立研究開発法人。本部は茨城県つくば市にあるが全国各地に実験施設や観測施設を所有している。所長理事長自身津波観測監視システムドネットの遺憾について 防災科学技術研究所2016年4月1日陸会統合地震津波火山観測網災害時情報集約支援チームの取り組み災害対応事例研究紹介防災科研防災科研2020年10月30日閲覧防災科研と高専機構が連携協力協定人材育成などで 日本経済新聞ニュースサイト2018年7月24日、閲覧。日本防災産業会議と、国立研究開発法人防災科学技術、研究所との情報提供、使用許諾に関する覚書を締結2018年度、報道発表最新ニュース防災科研。防災科研。2020年10月30日閲覧。 ニード防災科研のご紹介防災科研のアイデンティティ。www.bosai.go.jp。2020年1月27日閲覧。組織図、予算防災科研について防災科研。防災科研。2020年10月30日閲覧。ありがとうございます。